雨に見舞われた夏ということで、まあ、ご承知のように能代山本地区でもあのネギの被害とかね出てましたね。で今回はこの二重政策のうちですね、なんと80点取れてる。能代市総合計画は順調と横ばいで80点です。細かいことはこの記事に書いてますんで、あの皆さんお手元のですね北部新報を、ポイントだけちょっとあの黒板の方にちょっと整理して書かせてもらいました。9月4日の北部新聞ですね。今回商工会議所の会頭さんが発したコメントの中にこれがありましたね。市民が洋上風力事業に出資参画できる仕組み、これ私がずっと言ってたやつで、まさにこれです。今回能代市議会が始まるに際しまして、先週は何人かの能代市議会議員の方が能代のネギの、 あの被災地ですね、そこをこう訪問してるんですよね。いわゆる現地視察ってやつですね。秋田県議会議員の方もこれ視察って言いますかね。こんにちは、能代山本ふるさとライフの佐藤です。今日は9月の6日火曜日です。外はとっても良い天気です。昨日今日と夏のような気候でして、最高気温は30度を超えてます。昨日は久しぶりに秋田燃竹温泉36ゴルフ場に行って、ちょっと芝刈りというかゴルフしてきました。8月中にはちょっとゴルフのプレーをサボってましたので、ようやく連日の雨も抜けたということで、昨日は仕事を早朝と夕方に分けまして、途中約6時間の長い昼休みを取りまして、朝電話して行ってきました。暑かったですね。でもまあ良い運動になりました。で今日も手元に北部新報を持ってきました。直近のやつですね、持ってきました。まあ、例によりましてざっとめくってみますと、例えばこれは9月4日ですね。4日の新聞はまだあの雨の続いていた日の影響を受けてますので、まあ、こんな記事が目に入ってきます。雨に見舞われた夏ということで、まあ、ご承知のように能代山本地区でもあのネギの被害とかね出てましたね。あとはあのちょっと佐竹知事の発言でちょっと物議を醸しました比内鶏問題、そんなものありました。でこの雨の被害に関しましては、前回の配信でお伝えしたように、斉藤市長の方が、秋田県とそれから JA と相談して手厚い措置補填補償ができるように対応する予定ですみたいな話をしてましたが、さあこれどうなのかなと思って見てました。結局はその能代市のお金じゃなくて JA とか秋田県の話をしてましたよね。そんな中でたまたまじゃあ国政レベルではどうなのかなと思ってちょっと調べてみましたら、あの秋田県選出の参議院議員寺田静香さんがご自身の公式ウェブサイトの方で国政レポートを出されてました。そちら見てますと、まあ結論から言うとですね、秋田県も全国から見ればワンノブゼム、さらにその中での能代市のネギというのはさらにワンノブゼムということで、そんなに簡単じゃないなという感じがしました。ちょっとあの寺田静香さんの公式ウェブサイトの方の記事を紹介してみたいと思いますので、ちょっとこちらをご覧ください。どうぞ。秋田県選出の参議院議員寺田静香さんの公式ウェブサイトの方に、農林水産委員会理事懇談会で この大雨による農林水産被害状況についてというレポートがありましたので、こちらをちょっと見てみました。そうしますと結構能代市の方ではいろいろと能代市長が JA とか県と相談して対策しますなど言ってますけど、そんな簡単じゃないなっていう感じがしてますね。ここに寺田静香さんの9月1日付のレポートがあります。これ見てますとですね、農林水産省の会議ですね、8月3日から続いたこの大雨被害ですね、
全国レベルでは33道府県で652億8000万円の被害が出ているということがわかります。うち秋田県分は74億円超となっているという話ですね。1割ちょっとが秋田県と、まあ、それでも1割なんですよね。33道府県で被害が発生していると。で、国家としてはこれを全部見なきゃいけないというこういう話です。まあ、当然これに関してはいろんな議論があって、民間なんだから、自己責任だなんていう声もあります。まあ、そう思います。で、また生産者と農協は分けるべきだという意見もあります。まあ、生産者に関しては、継続という面から、可能な限り保護しようと保障しようという話がある一方で、まあ、消費者機能である農協ですね、これに関してはちょっと話が違うんじゃないかという話があります。で、また共済なんかもありますね。で、ちょうど共済に関してはここにコメントがありまして、秋田県の水筒に関しては全国比で見ると共済への加入率は 10% 程度なんですよ。低いですよね。当然保険の母数がどんどん縮んでますから、保険としては成立しないという件もあるんでしょう。実際まあこういうことです。で、実際こう見てますと、例の佐竹知事が問題発言したとされているひな鳥ですね、ひな鳥、あれに関しても今のところ国としてはここです。ひな鳥に関しては1万6700羽の被害出てますが、今のところ国の支援対象になってないという話ですね。なので、まあ簡単に県や農協と調整して相談して能代市としては対応するという発言を市長はしてましたけど、まあこれ見る限り簡単じゃないなと思いますね。実際支援対象になった場合にはここですね、基本は9割を国が補填して残りを自治体が農家と相談しながら行うということになっています。なので、もしも国の補填対象外となれば、自治体で全てこれを対応するという決断をするのか、できないというのかということになります。なので、この寺田静香さんの国政レポートを見る限り、今回の能代ネギの被害ですね、これに対する対応も簡単ではないということがわかります。で、むしろ最後に書いてますけど、この今後の対応ですよね。まずはこの緊急対応、この燃えている火を消すということはもちろん大切ですが、その後で応急措置ですね、再発防止、例えば排水、例えば立地の問題について農政としてどう考えるかということを本当に真剣に議論してほしいと思います。まあ、ちょうど来週の12日から能代市議会の方では質問が始まります。この点も本当踏み込んで上辺だけの対応ではなくて、本当に農政をどうするかということを考えてやってほしいなということを切に願っています。いかがだったでしょうか。国の保障を取るというのはそんな簡単じゃないなと思いましたね。なので、ここは能代市としては本当に何ができるのかと、どこまでやるのかということが本当に大きなテーマになりましたね。まあ、ちょうど今日から能代市議会が始まりました。今日午前10時から YouTube で生中継してましたんで、見てました。はじめ斉藤市長がこの件について触れてました、冒頭。まあ、同じようなことで、まあ、なんか何とかしますみたいな感じだったんですけど、さてどうなのかなと。で、ちなみに今日は約20分ちょっとかな、斉藤市長が喋って、それでも今日終わっちゃうんですよね、議会ってね。議員の質問は来週12日からということなんで、今日市長が喋って、あとは今週はお休みで、また来週の月曜からということです。まあ、こういった流れも昔からいろんなこの情報の伝達の問題があって、まあ、ある程度インターバルも必要なんでしょうけど、この今のこの SNS 時代、前もってデータを共有できる時代にあってですね、このスピード感ってのはどうかなっていうのは正直疑問に思います。まあ一人ごとです。ということで、この雨に見舞われた夏というテーマが一個出てました。で、ついでにですね、この、まあ、久しぶりにこのコロナですよ、新型コロナ、まあ減少傾向にはあります。まあ、本来ウイルスとはそういうもんです。能代市の管内で35人新たにと出てます。で、これに関しましてですね、
ちょっと余計な話なんですけど、昨日その森岳温泉のゴルフ場でゴルフして、お風呂入って出てきたんですけど、たまたま3人ぐらいいらっしゃいましたかね、この着替えしている方が。で、私がちょうど出てきてこう身支度をするときにですね、横で電話をしてる人がいるんですよ。どうだろう、年が多分ちょっと下50代ぐらいの人かな。ちょっとどうしてもこのすぐそばで喋ってますし、こっちも身支度してますから聞こえちゃうじゃないですか。聞こえちゃうんですよ。で、どうやらこんな話なんですよ。電話の向こうはどうやらその能代以外、まあ仙台か東京か分かりませんけど、まあ能代以外にいる方で、その方の親、どうやらお母さんらしいんですけど、これが能代市内のこの施設に入っていると、高齢者施設に入っていると。で、そこでどうやらですね、新型コロナが発生してるっぽいんですね、聞いてると。なんか聞いてますとね、そのお母さんは最初は関係ない、感染してないんですって。ところがそのなんていうのかな、デイケアというのかな、ショートステイというのかな、そこでこうなんか集団でこう昼ご飯食べたらしいんですよ。その時にそのお母さんの同じテーブルにその陽性者がいたっていうんですよ、聞いてると。で、その同じテーブルにいた人はその段階で陽性と分かっていたんですって。で、本来部屋で隔離しておくべきじゃないですか、そう決まってますよね。で、普段はそこにいるんですって、自分の部屋に。ところがランチタイムになると出てくるって言うんですよ。で、同じテーブルで食べてまた帰ったっていうわけ。そうすると、こっちも感染するんじゃないって普通思いますよね。それでその電話の向こうにいる方は施設へ電話したって言うんですよ。どうなってますか、大丈夫ですか。で、それに対する施設の答えはですね、答えられないなんですよ。その施設内に感染者がいたかどうかとか、その方が本当にそのランチタイムに出てきて、いわゆるその陰性の人と一緒に同じテーブルでご飯食べるなんて異常な状況があったのかどうかってことに関してましては、全て言えないってことなんですよ。そうすると当然心配になりますよね、電話の向こうの人は。それで能代市どうなってんのっていう電話をしてきたっぽいんですよ。で、なんかね、そこに掃除で入ってる業者さんとかが知り合いで、そこにも電話したらしいですよ。そうするとその掃除の人が曰く、言うなと言われてるって言うんですよ口止めされてるって。これってどうなんですかねっていう話をしてました。まあ答え、私があえてコメントするまでもなく、変ですよね。まあありえないですよ、東京だとね。まあそういうことが起きてるというんで、まあ意識の問題なのか、どうしても経営上そこをまあある程度目をつぶっていっちゃったのか分かりませんけど、その隠蔽体質ってのはどうしてもこれ能代の場合あるんですかね。やってはいけない隠蔽ってあると思うんですかね。まあちょっとまあ思い出すと、例の能代カントリークラブですよ。あれもやりましたよね。キッチンで陽性者が出てるのにそれを隠して、秋田県の大会やったり、あとはプライベートコンペやったりしてて、後からバレてウェブサイトで謝ったっていうのがありました。なんか同じようなことがありました。まさにこういう感染防止という点でいきますとですね、まあ、勇気を持ってうちでは感染出てますので来ないでくださいとか、隔離してますってことをやるべきだと思うんですよね。本当に新型コロナが出始めた頃にですね、もう感染したらもう重症死ぬみたいな状況下で、柳町の居酒屋、ベラボーさん、あそこのご主人が自分の店で出たからっていうんで新聞に出しましたね、北欧新報に。で、いろんなデマが飛んで、田村さんまで広がって、田村はうち出てませんっていうのを新聞で発表したりして、まあ、自分のお名前を発表してこうやってたじゃないですか。あれ後に、まあ称賛されましたよね、勇気を持った誠実な行為だというんで。まあそういうこともあったので、それに比べればですね、こういったその隠していこうっていう発想は、まあ能代市の特徴なのかと言われたら、そこはそうですと言いたくないんですけど、まあそういうこともあったということで、実は能代市内でもそういった高齢者施設で、まあ、こう複数の感染者が出て、しかも適正な管理が行われていないという例はありました。まあいろいろと聞いてますけど、他にもあったみたいです、そういう例は。なのでそういうことも起きているよということをちょっとこの記事見てちょっと思い出しました。まあ余談ですけど、まあ徐々に落ち着くことを願っております。
そして次に今日の北陸新報にこんな記事がありましたね。これです。能代市の市民共同会議がですね、第2次能代市総合計画の前期計画をまあレビューしたって話ですね。で、結果20政策のうち不調が4というのが出てました。また不調の記事はこれですね、目標指標への評価で、まあ乱れた市街地活性化や子育て関連というんで不調が4と出てました。ただまあこれ言い換えますとですね、前向きに見ますと20のうちの16、これはあの不調じゃないってことですよ。なので今日はこれちょっとお時間とってこの記事を読んでみたいと思います。なので今日のテーマはこちらになります。能代市総合計画は順調と横ばいで80点です。能代市総合計画は順調と横ばいで80点の評価を得ているというんで、これだけ見てますととてもプランは順調に推移しているということがわかるかもしれないということであります。ちょっと記事読んでみます。能代市は第2次市総合計画の前期基本計画、これは平成30年から令和4年度の目標指標に対する市民協議会議の評価をまとめた。で、20の政策のうち中心市街地の活性化や子育て関係など4政策が不調と評価される一方で、再生可能エネルギー関係や農業振興関係など8政策は順調と位置づけたと書いてます。で、細かいことはこの記事に書いてますんで、皆さんお手元のですね、北陸新報を読んでいただければ分かりますので、そこはちょっとこの記事の引用は省略しますが、ポイントだけちょっと黒板の方にちょっと整理して書かせてもらいました。こちらをちょっとご覧ください。今回の新聞記事のポイントをまとめるとこうなります。目標指標に対する市民共同会議の評価4第2次能代市総合計画の前期計画、長いです。前期というのは平成30年度から令和4年度までの5年間を含みます。今回の評価を受けまして、今年度中に能代市は後期基本計画ですね、これは令和5年度から9年度のものを作ろうと、こういう話です。で、今回ですね、評価結果は、まあ、このプランで示されている20の政策のうち順調とされたものが8、不調が4、横ばいが8となっています。まあ、新聞タイトルは不調4というところをボーンと出てますが、ちょっとまあ私は今回優しくですね、順調8、横ばい8の16、つまりの16、80% のものについてはまあ順調または横ばいということで、まあ、よくやってるんじゃないかということを説明できればなって思ってます。順調とされたものはですね、この項目を先に言いますと、再生可能エネルギー関係は順調だと、農業振興関係なんかも順調だとこうなってます。不調としているのは中心市街地活性化、まあ見てれば分かります。次に子育て関係などの4政策不調だと、あ、そうですかということです。項目だけだと分からないのでちょっとブレイクダウンしてみます。こんな感じです。不調8、不調4、横ばい8なんですけど、じゃあとりあえず今回、そうですね、新聞に合わせまして不調からいきますか。不調は4つあります。何かと言いますと、中心市街地活性化重点区域の空き店舗率ですね、これが目標はですね 20.5% だったんですね。 20.5% までになんとか収めようと、空き店舗5分の4の稼働率に持っていこうと、こうしたわけですね。ところが実績は2年度には 23.4 となり、3年度はむしろさらに悪化したので、これは失敗と、まあ、不調って言ってますけど失敗ですね。何も手を打ってませんからね。市民活動への参加を心がけている市民の割合、これを4年度目標 50% に対して実績3年度は 29.2% とであります。地域づくりに市民が参加しようというんですね。これはですね、私もちょっとまちづくりの学校ってやつに行ってみたんですけど、
やっぱり次ないなって感じですね。申し訳ないけど。運営する側にですね、危機感が全くない。能代市役所の方のスタッフとか、あとその町おこし協力隊的な方、もうなんかね、他人事。やっぱり能代市の人じゃないと無理と思いました。悪い意味じゃなくてね、悪い意味か。いいんですけど、やっぱりね、他人事はダメですよ、こういうのは。畑町の開催ワークショップもありました。これもその、なんか、先に予算付けした方がいいと思うんですよ。予算措置ができるかどうかわかんない中でですね、やってもしょうがないんですよね。実際この時は横手市の教育総務課の方がですね、事例を発表してて、横手市はですね、実際に駅前の開発で国の予算を使う例のプロジェクトで、112億円の総工費なんですよ。そういう話が決まっていればね、それぐらいの規模だよって分かればいいんですけど、なんかその大きな街づくりをしたいと思う人と、なんかビル一軒なんとかしようとかいう話と、ごっちゃなんですよね。だからその建物を建てる話とね、プラモデル作る話一緒にやっても何も決まらないと思いました、今回。なので、いろんなイベント参加してみても、この実現に向かうパスが見えないんですよ。なので、こういうのをだんだん繰り返してますとですね、本当に真面目に考えてる人はね、この、なんとかな、市民活動への参加なんかしたくなりますよね。どん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 他行きますよ。やってもしょうがないと思うから。本当そう思いました、今回は。話それますけど、私のブログとか、Facebook とか、あとこの YouTube とか、いろいろコメントいただいてます。本当に最近は長い、しっかりしたコメントが多くて、嬉しいんですけど、面白いですけど、自分の考えをしっかりまとめて、ボンとコメントをくれる方はですね、皆さん、能代市出身なんだけど、今、能代にいない人なんですよ。みんなどっかに他に行ってるわけ。仕事で、ちょっと関東圏にいるとか、首都圏にいるとか、あとは進学したまんま、そのまま、能代以外で住んでるとかいう人が多いです。実際僕も進学した後は、そのまま結局30年間、東京にいて、そのまま東京の会社に入って、で、自分で会社やって、そこからいろんな転勤とか回って、福岡とか大阪とか、あと西海岸アメリカとか行ってたんですけど、やっぱりそういうふうになっちゃうんですよね。なので、皆さん、この本当に地元のことを考えている人は、多分自分でできないもどかしさをこう備えつつですね、皆さん外にいるんですよね。外にいる人の方が結構客観的に見てるし、問題意識持ってると思いました。なんかそんなことをちょっと、どこということもなく、秋田県の県北にあるですね、ある自治体の様子を見て思いました。 すいません、話がそれました。と、そんなわけでちょっと話がそれましたんで、元戻しますと、市民活動への参加もなかなかですね、そういうやりがいがないっていうかな、反応をしない状況を見てますと、本当に考えている人ほど参加しなくなるというのを思いました。で、3番目、この地域や社会で支えている子育て。これもやっぱりなかなか婚姻数も、婚姻数を目標にするのもどうかと思いますけどね。これも達成したしと。あと林業とかも同じです。ICT 化が進まないとか。今回の例のコンビニで住民票を発行するやつなんか見てますと、予算付け見てますと、今のメンバーで、最先端の ICT 化とか、いうのはできないと思いますけどね。本当に円滑採用もいいですけど、本当は優秀な人間をですね、連れてきてほしい。能代から出てる人だって、もしかしたら帰ってくるかもしれないからね、ちゃんとやれば。自分の能力を発揮できるんであれば。本当そう思ったんで、人材ですよ、問題は。そう思いました。今回特に思いました。ということで、結局また悪口言っちゃいますけど、不調は4つです。ただ、皆さん、順調なものもあります。例えば、いくつあるうちから上の2つ選びました。順調の1、再生可能エネルギーの導入等に関係するもので、地域特性を生かした産業創出ができたと書いてます。これが成果です。ちょっと疑問ですね。産業創出してないとなんですよね、これに関しては。単にこの洋上風力発電がある会社が来たということなんですよ、能代、大和に。ただ、能代市として産業創出したかっていうと、してないでしょ。まだ誘致したというか、来たっていうことですよね。
これに関しましては若干日曜日の北新報に記事があったんで、ちょっと後から時間取って別にこれを話します。それから、成果の2、力強く持続する農業ですね。農業法人数、新規就農者数が順調だったということです。で、これもまあタイミング悪く今回の水害が、大雨被害がありましたよね。なので、本当にこの指標だけでいいのかっていうのは問題ですね。持続可能な問題というのがあります。で、そういえば今思い出すと、能代市長選挙の時に落選しちゃったけど、落合さんがですね、持続可能な農業、持続可能な町って言ってましたよね。で、まあ選挙期間に近かったんで、一部ピンとこなかった部分もあるんですけど、なんか斎藤さんのイケイケガンガン経済指導に対して、なんかこうもっとこう自然が大事みたいな感じに見えちゃったんで、ちょっとまあいまいちピンとこなかったんですけど、今改めてこういろんなあの時の資料とか見てますと、まあ、そうでもなかったですね。だ結構落合さんが言っていたこの持続可能な産業、農業というのはもっとこう細かく詰めていけばですね、結構確信をついていったかもしれないと思いました。まあ多分この時期はこれから稲刈りも始まりますんで、忙しいと思いますんで、農業関係のお仕事が一段落されたらですね、なんか一度そのお話聞いてみたいなと思ってます。最近特に思います。新しい議会を見るにつけ。なので、まあもしもどっかのこうつてで情報伝わりましたらですね、ぜひ一度お時間いただいて1時間ぐらい雑談させてほしいなとこう思いました。で、あと、まあ、成果、順調という中にいろいろありまして、順調とはいえ、問題もありますという指摘をしています。例えば、空き家の増加とか、消防団員の不足とか、労働者の確保が問題だとか、と安心して子育てできる環境作りが必要と書いてます。これ、順調な項目のですね、問題指摘なんでしょうか。むしろこれ、不調なんじゃないですかね。結構、確信ついてる不調だと思うんですけどね。なので、まあいろいろと、まあこの曖昧な感じの評価もむむって感じがしてます。ということで、この今回の記事ですね、二重政策のうち不調4というに関しましては、若干評価が甘いな、目標も甘いけど評価も甘いなっていう感じがしてます。で、次にこの順調の1番ですよ。この再生可能エネルギーの導入などに関して、地域特性を生かした産業創出ができたということに関してですね、創出はしてないと思うんですね。で、これはたまたまですね、4日の記事にありました。明確にならない具体策。要は洋上風力発電が始まったんだけど、地域の関係ですね、地域とどう関係するかという点に関しては、なかなか明確にならないということをこの記事で書いてます。で、これも長いので、ポイントだけまとめましたので、皆さんもしお手元に北風新報あったら見てください。9月4日の北風新報ですね。で、ポイントはこんな感じです。能代山本の洋上風力発電ですね。不明確な具体策。それから、フーハーフォワット。つまり、誰が何をどうやってやるのかということが見えない。政治と行政。能代市政ですね。こういうことが問題とされています。まあ、いろんな方角から見てみますと、例えば能代市はこう言ってます。再生可能エネルギーを活用した新工業団地の整備構想を持っていると。また構想ですからね、どうなるか分かりませんけど、まあ、RE100 という基準ですね。洋上風力発電の余剰電力などを使ってですね、立地企業の電力を賄うと。これが RE100 っていう環境基準みたいなやつですね。これを持ち出してきました。まあいいと思いますけどね。まあ能代西高跡地をこの新工業団地、RE100 バージョンの、モデル地区にしようなんて話を今日、まさに今朝の、能代市議会で斎藤市長が話してましたけど、まあそれはそれで別にいいんですけど、既存のもうある工業団地もですね、これ電力をちょっと一部これに変えてたりできないんですかね。まあ、RE100 まで完璧に適合しなくてもいいんですけど、既存の工業団地に風力発電の電気を送ってあげれば、メリットあるし、手っ取り早く
モデル地区になるんじゃないですかね。ということを単純に思いました。もし間違ってたら指摘してください。それからこの風力発電と地元貢献、地域貢献に関しては、能代商工会議所の幹部がですね、結構踏み込んで発言しています。例えばこんなこと言ってました。例えばこの、三菱の方ですね、三菱商事が担当する能代市三種町小菓子沖の発電事業に関しては、この事業体、共同事業体ですね、これ自体がですね、電力の地産地消、これを進める方針を出してるんですよ。ただこれもちょっと法律の問題があって、一部こうボトルネックがあるらしいんですよね。であれば、ただ特区にするとかね、そういうことを動けばいいんじゃないですかね。まあせっかくその先の選挙で中央とのパイプを強調した市長とか、周辺の町長とか、それから県議会議員とか県知事とか、あと今回当選した参議院とか、あと衆議院とかいるわけでしょ。なのでまさに今規制改革で、河野さんやってるとこですよ。そこでこの能代市のこの電力に関しては地産地消、これを進めるためのこの経済特区みたいなものをやってもらったらいいんじゃないですかね。そういうことを多分やるのが政治かなって思います。もともと今回の洋上風力発電が出た段階でも、どうせ作った電気は他行っちゃうよってのが多くの認識だし、実際そうだし、それがなんか問題意識として出てましたんで、まさにこういうところで法律があるんだったらその法律を外せばいいわけで、経済特区でやってもらうとかどうですかね。別にカジノ法案とは違うわけだから、いいことだと思いますけどね。ぜひそういうことをやってほしいと思います。地元の貢献、電力事業の収益を地元の方に再投資するというこの地域マネジメント事業、これは当然出るでしょうと思いました。で、なんと今回の商工会議所の会頭さんが発したコメントの中にこれがありましたね。市民が洋上風力事業に出資参画できる仕組み、これ私がずっと言ってたやつで、まさにこれです。これが大事です。例えば出た電力をこの売電する分 の、 その電力を送電する分の仕事とかね、いうのをいろいろとその周辺で企業を作れば参画できるわけでしょ。で、本来これはなんとかな、融資する段階で行政は口出しておくべきですよね、本当は。バーターではないけど、そういった市民が出資する、能代市でもいいんですけど、そういう枠を作ってくれることを条件にやっておけば、まだ参入したい段階では地元の反対が怖いわけだから、かなり交渉としてはしやすかったはず。ただ今回もう話始まっちゃって跳ね立っちゃってるわけだから、交渉のタイミングとしては下手だけど、これもちゃんとやれば市民がこう参画できる会社ができると思うんですよね。でもそこの売上とか配当金を使って能代市の方の行政サービスができれば違ってくるじゃないですか。本当に変な話、この出資会社から出るお金でですね、例えば能代市のこの水道光熱費が全部カバーできるとかね、一部なんか避難しても補助金まで出ちゃったりなんかしたらいいじゃないですか。そうするといわゆる不労所得のされてるもので働かなくても入るお金ですから、これをこう市民に還元してあげれば、むしろ一個のパイを市民で分けるであればね、逆に人口減少問題なんか逆転しちゃって人口なんか少ない方がいいという発想もある。5万人でこの配当されるお金とか売上金のから生まれる収益を分けるよりは、じゃあもう3万人でいいやとかいうこともあるわけなんで、そういうことを含めてこのまさにこの市民が事業として参画できる仕組みは絶対必要だと思いました。そんなことを考えました。あといろいろとこの記事結構興味深いですよ。この商工会議所の会頭さんのコメントは結構さすがにこのビジネス系のネタとしては面白いです。保証と地域貢献は別だとかね、あと公募が終わったのにまた事業者決まったのは行政がおかしいとかいう、まさにその通りで、ほぼこの商工会議所さんのなので、ほぼこの辺の意見についてはアグリーという感じがしてます。あと最後に2分だけちょっと気になっていることがあります。今回能代市議会が始まるに際しまして、先週は何人かの能代市議会議員の方が急に
能代のネギの、被災地ですね。そこをこう訪問してるんですよね。いわゆる現地視察ってやつですね。あと、秋田県議会議員の方も、いろいろと、視察に行ってますね。視察。これ視察って言いますかね。権限持ってる、例えば予算持ってる人とかね、行くのはいいと思うんですよ。ただ、議員の方がですね、行って、例えば、今回は能代市議会の某会派の方が、ネギの被災地に行ってますけど、だからといって議員立法が出るわけじゃないんですよね、見てると。だからよくわからないんですよ、何しに行ったか。で、みんな、Facebook の写真撮って、こう、集合写真撮ったり、あとしゃがんでネギ持ったりですね、してる、なんかこう、そこでプロモーションするのは何かなっていう感じしますね。なので、私は、昔ならね、映像を見れないし、行ってみないと分かんないんでしょうけど、なんかその、今 SNS でしょ？結構デスクにいながらにして、いろんなとこの情報いっぺんに見るじゃないですか。写真も結構は自分で撮るよりもね、うまい写真いっぱい載ってますよ。分かりやすいのが。なので、それでいいと思うんですけどね。なので、わざわざ行って、そのなんかセレモニーやらなくてもいいし、あとその、なんか見に行かないと予算つけないぞみたいな、そんな体なんですかね。ちょっと不思議な感じしました。現地を見に行くというその行動に関してですね、今いるかなっていうのをふと感じたところであります。で、今回はこの二重政策のうちですね、なんと80点取れてるということを褒めてみようかなと思ったんですけど、結果いつものように悪口データベースになっちゃいました。まあそうは言っても一応最後にもう一回、能代市総合計画は順調横ばいで80点ということを今日はテーマとして採用させていただきました。まあ今日も好きなことを言わせていただきました。今日も暑いですので皆さん注意してください。あと夕方からちょっと台風の影響で風が強くなるかもしれませんので、皆さんそれも注意してください。ということで、今日も貴重なお時間を頂戴いたしましてありがとうございます。佐藤でした。